おはようございます、こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。お元気でしょうか。エコバッグね、これも何回も言ってるような気がするんだけど皆さん、なんか困ることってあります？まあね、お弁当も買って、そういう惣菜も買って行って、いろいろとね、あると、やっぱ惣菜もお弁当と、その野菜お肉っていうのと、まあ別にしたいね方もいらっしゃるんだけど、やっぱりそのなんだろう、大きいエコバッグ1個しかないっていう場合はあると思うんですよ。うん、私なんだけど、まあそういう時はね、しょうがないなと思って一食だね、こう入れちゃったりとかするし、ちょっと大変だったりするんだけど、まあ私が今思ってるのは、街がちょっと小さかったりとかするんで、お弁当なんかもちょっと小ぶりなものしか買えなかったりとかね、斜めにならないようにするために、小ぶりなものしか買えなかったり、まあ買うけどね、そのコンビニ弁当みたいなの大きいやつね。でも一旦その別のところで買って、まだ余裕あるけどもね、それをもっ、まあ車だったり自転車だったりでも、まあ行くじゃないですか、別のお店とかに行ってね。そうなると、それを持ってこう歩いていくっていうのもね、なんかあれなんだよね、なんか疑われそうで怖いんだよね本当にコンビニとかで終了ね、そのなんだろう、お茶を2本買ったとか、お菓子を1個だけ買ってあるっていうぐらいだったらまだね、いいけど、スーパーで大量に買ってさ、まあそういう似たようなね、エコバッグをもう1個買えようって感じなんだけどそれがね、一番いいんだけどね、本当はね、本当は一番いいんだけど、やっぱね、一個だけとかになっちゃうと、大変。持つのが大変、持っていくのが大変っていうのもあるし、では、その次のスーパーだったりコンビニだとすると、袋をもらっちゃう時がありますね。その3円とか5円払っててももらっちゃうっていうことがあります。まあこれはね、私だけの家なのかもしれないけどね、まあめんどくさいっていう人もいるだろうからね、いちいちこうゴムをね、そのなんだろう、エコバッグに入れるのが大変だなと思うし、後ろにね何人もいらっしゃる、待ってる人がいるっていう風になると、まあ最初から袋もあった方がいいやってね、いう人もいるだろうし、まあね、そのエコバッグにしてね、そういうゴミ袋を減らしましょうとか言うけど、なかなかね、そうともできないね。だってね、売ってんだもんね、100均とかね似たようなおサイズのものだったりとかね、まあまず そういうところをね、やんないと取り締まるというかね、ホームセンターなんかにも売ってるんで、なんかね、その なんちゃらかんちゃらのなんだっけ、 10個とかね、15個ぐらいこう将来的に減らしましょうみたいなさ、やつがありますけど、それもかなわないんじゃないかなと思っちゃうよねそんなビニール袋をさ、悪のようにこう言ってたりするけど、じゃああなたたちは絶対使わないのねっていうふうになっちゃうし、その人たちの奥さんもね、お子さんもいらっしゃれば、そういう人たちも
ビニール袋絶対に使わないのねっていう風にちょっと喧嘩を売りたくなっちゃうけどね喧嘩売ったらあかんけど、うん、って思うんだよね、うん、まあ私だけかもしれないけどねそれはね、うん、そういうのでまあ一個だけしか持ってないと、うん、ちょっと困るよね。なのに最近ちょっとスーパーとかねそういうところに行きたいなと思ってもそこに一食だけを入れる大変だし、うん、皆さんどうでしょうか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさようなら。